この UI を見たときに、はい、ういと読むんではなくて、必ず UI イコールおえいの音と。これはもう意識してないと無理だね。そうなんです。はい、大家好、我叫ヨシ、跟ヨシ一起学中国语吧。ということで、本日もチャンネルにお越しいただきありがとうございます。大家好、我叫ケイスケ、よろしくお願いします。ここだけね、ここだけね。素晴らしいです、素晴らしいです。ここだけ自己紹介のジャオですが、とても綺麗に発音されてました。ありがとうございます。はい、皆さんもぜひ使ってみてください。はい、ウォー、ジャオ、そこの〇〇のところに名前を入れていただければもう自己紹介になるので、簡単なところから始めていただければと、思います。はい、はい、で、本日の動画なんですけれども、はい、ケイスケさんはもうすでにピンと、はい、成長ですね、はい、こちらをもう、学習しました。なんか感想とかはございますか？感想か、まあやっぱり、まあ、前も言ってると思うんだけど、はい、英語の勉強をしといてよかったなっていうのはまず1個、そのシャドウイングするとか口に出すっていうこと前提で勉強しようっていう気で入れたから、まあそういう意味ではなんか早く文法教えてよとか、単語を覚えた方がいいんじゃないのっていうふうになんなかったのはまあ良かったかなっていう。だから結構楽しく今取り組めております。ありがとうございます。今日やっていくのは、はい、ピンインの約束について。ピンインの約束、そうです、はいはい、表記の約束があるんですけれども、はい、参考書でも結構こうスッと1ページだけ入っててもう終わりみたいな。あ、そうなんですよ。該当するピン表記のところでそこでその説明欲しいのに。確かにそれね、そういうのあるわ。確かにある。あの参考書的にはね、もうあの教えなきゃいけない事項は全部載っけてるつもりなんだけど、はい、参考書はね引き止めてくれないんですよ。そう、あ、ちょっと待って、もうちょっと考えた方がいいよって参考書言ってくれないんで、はい、あの本当にこういう風にね動画で覚えれるっていうのは本当にあのいい試みだなと思ってるんで、はい、一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。ということでですね、はい、本日は P のお約束について解説していきます。はい、さあ、行くぞ。表記されている P をそのまま読んでしまうと、はい、実は間違いの発音なんですというのが、今回やっていくルールです。おー、そうなんです。あ、じゃああれか、ね、誰々へ〇〇よりの A がね、へって読まないってことだよね。その通りでございます。ありがとうございます。今回も分かりやすい例えを毎度恒例になってきましたが、はい、ということで早速なんですけれども、ケイスケさんにこちらをちょっと読んでいただきたいと思います。はい、こちら、はい、これはこれこちらですね、あ、そうです、チだ、チだ、そうです、はい、チですね。でこれはユーだから、ウーだから、はい、ツーみたいな。あ、ツー、ツー、そうですね、はい、これ一見見るとチーという、まあ、シーン、シーンとうーという母音に見えますね、うん、はいはい、これがまずですね、一つ目のお約束になります。どういうことかと言いますとですね、はい、実はこの U はこの U なんですね。この U というのもちょっとおかしい、ダメな話なんですけれども、はい、この発音はケイスケさん覚えてらっしゃいますでしょうか？だからうーに対して、はい、ゆーみたいな感じ、ね、そうです、はい、ゆーの発音ですね、はい、うの口でいを発音する感じですね、はい、ゆー、はいはい、そうです、とても綺麗です、とても綺麗です、はい。なので、これそのまま読むとチュー、はい、チューとなってしまうんですけれども、はい、これ実はピンは母音はこれの表記になるので、はい、読み方って正しい発音はチュー、チュー、そうです。あ、とても綺麗です。チュー、チュー、そうなんです、はい、そうなんですっていう形になるんですね。はい、これとセットのピン、ケイスケさん覚えてらっしゃいましたでしょうか？3つありました。セットのピン、はい、あとシート、はい、G? そうです、 GTC ですね、はい、GTC で、この GTC です、 GTC、はい、GTC、この3つについた場合の、はい、U というのは、はい、これの表記ですよというのが一応約束になっているんですね。で、まあ、なぜこういうふうになっているかというと、この GTC に U がついた場合っていうのは発音がないんですね、うん、なので、まあ、できるだけ省略できるところは省略しようと、はい、いうところで、まあ、この点々を取っちゃってもいいんですね。他に読み方がないので。なるほど、そういうことです。そういうことか、はい。なのでこれですね、結構、間違いがちです、うん、単語読むときとかに、これを見たときに、あ、中だとなってしまいがちなんですけれども、はいはいはい、GTC についてる U というのはこいつですよと、はい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 、この U の発音ですと、そうです、その通りでございます。というのがまず一つ目のお約束でございます。これを見てもちゃんとこっちで読もうと。その通りでございます、はい、僕のこの初心者感覚から言うとですね、
うもゆもあんま差はないんですよ、はい、あんま差ないですか。なんかそこまで差を感じ、僕はだいぶ慣れてきましたけど、はい、だから結構これサボってる人多そう。そう、このね、さっきのね、この子音がパッと出てこなかったの多分リアルな初心者から伝わってると思うんだけど、はい、そうだからこれ大事だわ。結構そうやって念をされて言わないと、はい、で逆に言われるとこれ見かけた時にあチューだって。その通りでございます、うん、今のです。なるなる、はい、なるほどね、ありがとうございます。いいえ、とんでもございません。あのこちらこそありがとうございます。では次の約束に、参りたいと思います、はい、こちらになります。はい、はい、こちら、こちらはなんと、これはあれだね、ドゥの、そうです、ドゥの音ですね。そうです、これがドゥの音に、はい、景色さん、UI という母音って習いました？記憶にねえな。記憶にないでしょうね。記憶にないな。そうなんです、はい、ウィーという、ウィーってウィーという母音は、はい、あの存在しないんですね。ほうほうほう、そうなんです。じゃあ、これ子音と母音がくっついてて、この UI というのはどういう母音かと言いますと、はい、これ発音してみますね、はい、ドゥエドゥエ、そうです。これちゃうね。そうなんです。これそのまま読んだらドゥイ、そうですよね。ドゥイになっちゃいますよね。結構聞くのがドゥイ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 と、うん、読むわ、読んじゃいますね。これ読むわ、多分これもう気をつけるべきナンバーワンぐらいの品質のものなんですけれども、これ実は正しい発音はドゥイではなくてドゥエドゥエとなるんですね、はい、今のドゥエを聞いて、はい、何の母音が隠れているか、実はこれある母音が省略されているんですね、文字が。ちょっと検討、正解です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 。これ本当にと、あの一発撮りですからね、はい、あのその通りでございます。はい、はい、よくわかりましたね。いや、もう今聞いてて、まああれしか入んねえだろうな。すごいです、はい、UI の省略というのは、はい、ウェイ、ウェイ、そうです、こちらですね、はい、ウェイという発音になります、はい、なのでこのウェイですね、はい、これが子音についた場合、この真ん中の E というのは、はい、なくなりますと、取れてしまいますという、お約束があります。なのでこの UI を見たときに、はい、ウィと読むんではなくて、必ず UI イコールウェイの音と。はい、これはもう意識してないと無理だね。そうなんです、何々へって読んじゃうね。そうです、何々へって読んじゃいます。もう誰々へみたいな、もうワンフレーズで覚えとかないと、はい、そうなんです、意識してないとね、はい、ひらがなさえ読めてれば、そのひらがな通りに読んでればそういう発音になるわけじゃないっていうふうに身をもって今体感しております。ありがとうございます、はい、その通りでございます。なのでもう音で覚えるんですね、うん、先にこれはやっぱり発音でドゥエイドゥエイドゥエイ、そうです、はい、と覚えて、綴りはこれと覚えると、あ、ドゥエイなんだけど UI と綴るんだ、うん、だから UEI というピンになるんだというふうに理解しておくと、とても良いかな、そっちの方が覚えやすいと思う、うん、と思います。はい、ドゥエイ。次の約束はこちらです。はい、はい、こちら何と読むと思いますか？いう、そうですね、むずいなこれ、はい、これは、発音してみますね、はい、ジョー、ジョー、そうです、ジョー、ジョー、そうです、はい、ジョーと聞いて、先ほどと同じくこちらは何のピンが隠れているとケフさんは思いますか？ヨーだから、でもそれもあれじゃない、あの、じゃないの、あ、ヨー、そうなんです、ヨーというところまで合ってました。お、そうです、あ、おうか、そうです、おうか、そうです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 、この IU ですね、はい、IU のところに隠れているのはこちらです、はい、IOU という P になります、はい、そうなんです、はい、なので IU の P を見た場合は必ずそこがヨーヨーの発音になると。なのでよく読みがちですね、ジュージュー、うん、はい、なりそう、ジューとなりそうですね。そのまま読んでしまうとジュー、ただこの IU というのはお約束でIOU の P in ですよと、真ん中の O が取れますという約束があるので、読み方はジョー、ジョー、そうです、ジョー、ジョー、そうです、お酒という意味になります。なるほど、ということでここまでは大丈夫そうでしょうか？はい、大丈夫です、ありがとうございます。はい、ということで、今までお約束を見てきたんですけれども、そのお約束の中でありましたね、ドゥエイ、ドゥエイ、そうです、ドゥエイ、ドゥエイを使った、まあ、よくある間違いがちなフレーズとしてはこちら、ドゥエブーチ、ドゥエブーチ、そうです、とても綺麗です、ドゥエブーチ、はい、こちら
どういう意味かなんとなく聞いたことございますか。まあ否定形があって、はい、起き上がって何かを封じてるから、はい、これはねあれだね、分かんないわ。分析力がすごすぎてもうちょっと全然すごくないでしょ。何も分かってないから。分析の仕方がもうえぐかったです、はい。ですね、こちらはもうそのまま覚えていただきたいんですけれども、はい、とえぶうちで、ごめんなさいという、全然違ったわ、全然違ったわ。分析する必要なかったかもしれないです。全然必要なかった。これでごめんなさいで覚えた方が早いです。はい、ウェブーチーで、そうです、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、なるほど、そうです、発音してみます。とえぶうち、とえぶうち、そうです、とえぶうち、とえぶうち、そうです、というような形で、これはごめんなさいという意味になるので、これとえぶうちとならないように、そうですね、1ヶ月前の、違う、1時間前の僕だったらもう、はい、ドイブーチって多分読んでもドヤ顔で読んでました。ちょっと発音褒められてるから、はい、ちょっと読んでやろうと思ってピン見て、ああ、はい、ういねみたいな謎の覚えてもない母音をやってないのにドイブーチって多分言ってました。うん、これ見といた方がいいね。そうなんです、参考書で、だってちょっと読み進めてるんだけど、はい、実は分かんないもん。も飛ばしちゃってんのか、はい、読んでるけどもう抜けちゃってるのか、あ、うん、そうなんですよね。いざこの単語が出てきた時に、うん、そこに下でちょっと中括弧とかつけて書いてくれよ。そうなんです、毎度毎度米印つけといてほしい。つけてほしいです、つけてほしいです、うん、はい。なので、まあ、そこやっぱりしっかりとこう最初のうちからやっておかないとですね、まあ、単語の学習だったり、まあ、これから例文を読んでいったりとかするんですけれども、うん、まあ、その時にやっぱり正しい発音にならないので、うん、はい、まあ、習ってもいないういという母音が確かに出てきてしまうというような事態になってしまうので、これは結構皆さん陥りがちなピーンの、間違いやすいルールなので、この動画でぜひ復習していただけたらなと思います。はい、でピーンのまとめについてはまた別でですね、ピーンのルールすべて分かりやすいまとめたものを動画でお出しするので、はい、そちらも一緒にご確認いただければと思います。はい、ということで、本日の動画は、以上となります。ここまで見ていただいた皆さん本当にありがとうございます。どうしえ、そうです、はい、ありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録とグッドボタン、お待ちしておりますので、ぜひぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。シャツジェン、はい、どうもこんにちは、ケイスケです。宿題ですね。ヨシ先生から出された宿題きちっとできるように、はい、今から勉強を始めていこうと思うんですが、ちょっとね、夜中に目が覚めてしまって、もう朝の4時40分ですね。はい、ちょっと、まあ、無理やり寝ることもできず、まあ、自分自身やってる YouTube チャンネルのね、ちょっとお仕事とか、ちょっと片付けたりっていうので、もう目が覚めちゃったんで、今から、ヨシ先生に作ってもらった、テキストですね。で、まあ、基本的にそのテキストをこう紙で印刷して、それをね、家にもう数千円ぐらいで買ったラミュレーターがあるんで、こういう風に、ね、濡れても大丈夫なようにして、結構お風呂場とかに持ち込んだりもして読んだりしております。はい、じゃあ今からヨシ先生が、読んでくれている動画をちょっとね、片耳で聞きながら、それをこう追っかけて喋っていく形で、ちょっと発音の練習をしていきたいと思いますので、ヨシ先生はちょっとそれを聞いて、ちょっと発音がね、どういうところができていて、どういうところができていないかっていうのを教えてもらえると嬉しいです。では行きます。大家好，我叫 Keisuke， 今年我27岁，我现在住日本东京，我的工作是跳舞老师，还有 YouTube 频道，我从16岁开始跳，爱好是健身，为了健康。大家好，我叫 Keisuke， 今年我27岁，我现在住在日本东京，我的工作是跳舞老师，还有 YouTube 频道，我从16岁开始跳，爱好是健身，为了健康。ということで、ネイティブのスピードの方には全くついて、いけてない実感が、ありますので、まあ、ちょっとね、抜けちゃっている音とかもあると思うんですけど、最初に、言った、もう本当に初心者向けのスピードで
もうとにかく練習をして、まあそのピーンのそのまあ母音の発音とか、まあ子音の発音とか、あとは姿勢というか成長っていうんですかね、の感覚っていうのを、例えば最初のダージャーハオの練習をすることで、それぞれのこうね、成長の感覚っていうものを掴んでいって、で他の単語で、そのね成長の並びを見たときに、あダージャーハオの中のダーの方だからみたいなっていう風に考えて、他の単語にもその成長のね発音をこう活かしていけたらという風に思っております。ということで、よし先生、発音の添削とか、まあ、何かアドバイスがあったら、教えていただけると嬉しいです。